熟成途中のミルベンケーゼミルベンケーゼは、ドイツ特産のダニ入りチーズである。現在では、ザクセンアンハルト州のビュルヒビッツ村だけで生産されている。この地方の方言では、メルンカーゼと呼ばれる。ビュルヒビッツ村のダニチーズの記念碑このチーズの伝統は、中世初期までに遡るが、1970年頃にはすでに老齢のリースベトブラウアー一人がその、 製法を知るのみで、ほとんど失われかけていた。この地域の科学教師ヘルムート・ペッシェルは、彼女から正しい作り方を習い、仲間のクリスティアン・シュメルザーと共にこのチーズの伝統をよみがえらせ、製造販売を開始した。ビルヒビッツには、現在、ミルベンケーゼ生産の再生を祝う記念碑が建てられているが、この石踏みの背面は空洞で通行人や観光客が食べられるように、 ここに定期的にミルベンケーゼが補充されている。円柱状のミルベンケーゼチーズの入った熟成容器箱脂肪分が少ないクワルクを脱水して数日間乾燥させ塩とキャラウェイで風味をつけ小さなボールまたは円柱の形に成形する。前者の場合には中に庭トコの花を入れ花の柄を外に出して 西洋梨のような形状とするが、これはダニをクワルクの内部へまんべんなく入り込ませるための工夫である。成形したクワルクを乾燥させてからライムニコの入った木製の箱に入れ、最低1ヶ月から3ヶ月間、チーズダニに住まわせるようする。ダニの消化管液がチーズ全体に広がり、液の成分である酵素が発酵を促進させる。ダニの好物であるライム技庫を加える理由は、 ダニが好き放題に丸ごとチーズを食べてしまうことを避け、少しずつかじっていくように調節するためである。1ヶ月後にチーズの外皮は黄色くなり、3ヶ月後には赤茶色になる。チーズが黒くなるまで1年ほど寝かす生産者もいる。完成したミルベン経済は日持ちが良く、数年以上の保存に耐える。味はハルツアーに近いと言われているが、やや苦みがあり、 独特の風味の後味がある。香りにはアンモニアに似た周期が含まれる。外皮についているダニもそのまま一緒に食される。ミルベン・ケーゼの販売は法的にはグレーゾーンにある。EU の規則は食用品市場に置かれる準備が整っている場合に動物が生息している食料品の販売を認めている。一方でドイツの食品添加物認可例とチーズ例は チーズダニとその消化管液をチーズの添加物としてはっきりとは認めていない。ミルベン・ケーゼはこの地方の食品衛生局の許可を得て生産されており、この製品のハサップが施行されている。ミルベン・ケーゼは消化に良いと言われており、またチリダニによるハウスダストアレルギーを和らげるとも言われているが、未だ十分な研究がなされていない。 チーズを熟成させるためにダニを使うことは、よそでも見られる。最も知られているものとしては、フランス北東部やベルギーのミモレットが挙げられる。フランスの中央高地、アルプス、ピリネーといった地域のチーズにも、多かれ少なかれ、外皮にダニを使っているものがある。スペインのアステリアス地方のカブラレスも、ダニ入りのチーズという噂があるが、これは誤りである。他に、 生物の住み着いているチーズとしては、イタリアサルデーニャ地方のウジ入り、チーズカースマルツーがある。こちらは主に衛生面から来る危険性を唱えられており、イタリア自体もこれを腐敗した食品とみなし、違法と定めているため、販売も厳しく取り締まっている。生産地のサルデーニャ地方でさえ厳しくはないものの、それでも闇市でしか入手できないほどだという。ありがとうございます。